じゃあ拍手で。改めまして竹野です。よろしくお願いします。はい、大体今言っていただいたんですけど、一応物販自体は始めたのが一昨年の夏ぐらいですかね。で、さっきモチベーションの話にも出てたんですけど、やるっきゃないっていう状況が、これ動画ってなしですか？はい、こういうのなしですか？あ、別にカットできますよ。あ、できますか？はい、カットできるので回しっぱなし。やるきゃないっていう状況が起きまして、最初に謝らなきゃいけないんですけど、私めっちゃテレビ見ます。あ、めっちゃテレビ見るんですね。めっちゃテレビ見るし、めっちゃゲームばっかりやってます。まあそんな感じなんですけど、まあ始めた当時は本当に貯金がなかったので、まあやるきゃないっていう感じで、まあテレビもゲームもあったんですけど、一応やらないと死ぬんで、まあ、やってたっていう感じです。で、今はまあスタッフが手伝ってくれたりするのもあって、今もゲームばっかりやってるんですけど、ゲーム好きな人います？あ、いないですかね。嘘ついてるだけです。嘘ついてるだけですかね。あ、で、一応そのゲームが好きとか、もしかしたら隠したくなっちゃうかもしれないですけど、Amazon 物販やる中で、そのなんか尖ったジャンルって結構重要だったりします。さっき大島社長が何々村とかって言ってたんですけど、大体その専門性のある領域って、その物の購入って絶対あると思うんですよ。エステサロンだったら、まあ、それに関わる備品とか、まあ、飲食店だったら、まあ、皿とかいろいろ買うと思うんですけど、まあ、その専門性のある領域ってもう最初から詳しいじゃないですか。なんで詳しいってことは、まあ、ライバルに、まあ、知識的に勝てるんで、まあ、そういうところも活かしていけますよということで、専門性のある領域は、まあ、自分何が得意だったかなとか、何ハマってたかなとかっていうのは、この機会に一回こう自分を棚卸しじゃないですけどしてみるといいかなって思います。で、私はなんで最初はゲーム機ばっかり売ってたんですけど、ちょっとゲームのプレゼンしてもいいですか？ちょっとそのもの、チャットワークの方に URL を入れて、ちょっと見てほしいんですけど、皆さん見れてます？で、ここにプレステ4の Amazon の販売ページが入ってると思うんですけど、これ今 Amazon の価格って6万1500円なんですけど、これ下の方に行くと、メーカー希望小売価格4万3178円って書いてあると思うんですよ。で、これはちょっと特殊な、まあ、予約店名っていうものなんですけど、一発これ Amazon から仕入れて、それを持っかぶるだけで、まあ、ざっと1万円ぐらい儲かったりします。で、まあ、もう一個ぐらい、同じのになっちゃいました。2個目見れてます？これデジモンなんですけど、デジモン知ってます？皆さん知ってます？で、デジモンって今年密かに20周年なんですよ。多分皆さん小学校の時とかなんか授業中やってたと思うんですけど、で、これも今 Amazon 9000円で売ってるじゃないですか。で、これまあ、バンダイが売ってるんですけど、バンダイだと、3780円、税込みです。なんで1個売るだけで、まあ大体アラビリタ5000円くらい出るっていう感じなんですけど、まあ、私ゲームとか好きなんで、まあ、その家でゲームやってる間は、まあ、マーケティングって言ってるんですけど、まあそんな感じゲームばっかりやって、まあ、自分の得意な領域のなんか嗅覚を育てようかなみたいな感じでやってます。なので皆さんそれぞれ好きなものあると思うんですけど、まあ、私言ったらこのゲームみたいなジャンルがおそらく皆さんにはあると思うので、まあ、そういうのを活かしながらやっていったらいいのかなと思います。じゃあ物販なんで、ちなみに
例によって私も字が汚いし漢字が書けないんで、それは温かく見守っている。アマゾン物販と、まあ、これアマゾン物販なんで当然アマゾンで言うんですけど、あの今日やるのは、仕入れは仕入れ先が、ヤフオクで、ヤフオクから買ってアマゾンで売るって感じで、これ転売なんで、一番重要な情報って何だと思いますか？あります。アマゾン物販でやる一番重要な情報って何だと思いますか？ありますか？ね、値段？あ、いいですね。キャッチ違います。はい、これ結構皆さん値段っていう人多いんですけど、一番重要な情報って、売れるのかこれもうこれしかこれでしかないです。で、まあ、安く買えるのももちろん重要なんですけど、まあ、売れないものを買ってもしょうがないんで、まあ、売れるものを仕入れましょうって本当にそれだけです。で、これが、Amazon のサイトを見ても何が売れてるって分かんないと思うんですけど、動画見てる人は、分かるかと思います。モノレートっていうサイトを使います。出ますか？そうすると、なんかシャープとかツインバーブとかっていうメーカー出てきたと思うんですけど、大丈夫ですかね。で、これクリックしていただいて、なんか1個代表的なやつ、一番上のやつでもいいんでクリックしてほしいんですけど、商品名がまず書いてあるんですよね。商品名。で、ここら辺になんか、なんかランキングとか、なんかホーム&キッチンとか、でここに、まあ、これ衛進っていうんですけど、が書いてあったりとか、あとここになんか新品とか、なんか1万3,381とか書いてあると思うんですけど、でこのモノレートっていうサイトは、なんていうんですかね、これが売れるよとかっていうのを教えてくれるサイトじゃなくて、ここに情報が載ってあるだけです。で、その情報を、分析して、売れるか売れないかを判断していくものになります。で、そのまま下に行くと、グラフが4本ぐらい出てると思うんですけど、大丈夫ですか？最安値と出品者数ランキングモデルとインデックスっていうのがあると思うんですけど、まあ、最安値と出品者数については、まあ、そのまんまですよね。そのまんまなんですけど、一番重要なのがこのランキングですね。ランキングで、ちょっとこれの、解説を
こんなになってます。こんなになってます。で、このランキングって、さっき商品名の横にカテゴリー書いてあったと思うんですよ。ホーム&キッチンとか。で、このランキングっていうのは、その販売カテゴリー別の、販売ランキング順位が出てるんですよ。で、まあ、これ、ホーム&キッチン。でイメージで言うと、なんか、まあ、この辺皇居なんて皆さんマラソンとかやると思うんですけど、その全部のこの カテゴリーごとの商品がなんか一斉にマラソンしてる感じです。で、まあ、抜いたり抜かれたりとかあると思うんですけど、まあ、ここのランキングが、まあ、上昇っていうんですかね、例えば1万円だったのが例えばなんか9000円に上がるタイミングになって、これは商品売れた時です。売れた時で、ものすごい数が出品されているんで、ちょっと売れないとすぐ抜かれる他の売れてる商品なんで、売れたタイミングってその前の選手を抜くところなんで、このグラフを拡大するとこうポツンって下がるんですよ。なんでもともと1万円だったのが、まあ、売れたんでなんか5000円になって、で、しばらく売れてないんで他の商品に抜かれるんで、こんな感じでグラフで言うと上に上がってます。で、また売れて下がって、で、また抜かれて売れて、こういうこんな感じになってます。拡大するとですこれを。で、なんでここのこのタイミングで、まあ、物が売れてるよっていう感じですね。で、まあ、ちょっと実際に見てもらいます。まあ、このジグザグになってる様子分かりますか。で、まあ、この下に落ちてるところで、商品が売れてるという感じですね。で、これは、3ヶ月で そのランキングの推移を整理しているので、まあ、これでいうとざっと1、2、3、4、5、17回ぐらいですかね。3ヶ月で17回ぐらい売れてるよっていう感じですね。まあ、これで、まあ、これだけなんですけど、これでAmazonで売れるものとか売れないものとかっていうのが、まあ、一番大事な項目って言いましたけど、まあ、これでもう皆さんはAmazonでどういうものが売れて、これは売れてるのかな売れてないのかなっていうのがもう分かったよっていう感じです。で、実際にまあ販売するためには仕入れないといけないんで、まあ、じゃあどういう商品、まあ、仕入れ対象、こんな感じですね。どういう商品が仕入れ対象になるかなっていうものなんですけど、まあ、大体さっき の折れ線っていうか落ちたところで売れてるのが、まあ、3ヶ月で、まあ、大体15回転ですかね。これがこれぐらいが、まあ、目安です。まあ、多少少なくてもいいんですけど、まあ、最低でもこれぐらいは売れてないと、まあ、在庫抱える可能性があります。まあ、そのキャッシュフローがいい人は別にこれ10回とか5回仕入れてもいいと思うんですけど、まあ、最初のうち皆さんそんなに余裕ない方もいらっしゃるかと思うので、まあ、最初はこれですかね。まあ、その根拠はっていうと、まあ、15回なんで、まあ、週に1回ぐらいその商品が出てるよっていう感じですね。で、まあ、最安値でミートしていけば、まあ、1ヶ月とかあれば、まあ、問題なく売れていくかなっていう感じです。で、それプラス、Amazon ってすごいレバレッジが効くんですよ。どういうことかっていうと、
あの支払いが大体2週間に1回あって、あのクレジットカードで買えるんですよ、EFOCで。クレジットカードって大体、最長でどんぐらいですか、1ヶ月半から2ヶ月ぐらい多分あると思うんですけど、例えば、まあ、5月1日に買い物すると、これ、6月の末ぐらいじゃないですか。なので、ここでカードで買って、そうすると例えば売れたのが仮に1ヶ月後の6月1日のこのアマゾンから入ってくるのって6月の15とかですかね、2週間ごとに閉める、これ間に合うじゃないですか、支払い。なんで、こういう買い手の早いものを買っていると、まあ、そんなに自己資金いらないでも、まあ、カードある人だったらまあできるかなっていう、まあ、私貯金なくなったんですけど、あずっとサラリーマンやってたんで、クレジットカードはめちゃめちゃ作れたんで、本当に会社辞めるまで自分のお金で物販やった記憶ってほぼほぼないですかね。あ、なんか現金しか使えないようなところはありましたけど、まあ、あとはほとんどクレジットカードでやってます。あ、なんかクレジットカード育てていくと、ある日突然インビテーションっていうのが届くんで、これも結構ステータスじゃないですかね、男性とか。まあ、そんな感じです。で、まあ、ちょっと大事なことなので、ここまでで質問のある方とかいらっしゃいますか？いないですか？わかりました。じゃあ、早速、話聞いてても暇だと思って、ヤフオクで検索していきたいと思います。ヤフオクちょっと開いてもらいます。携帯の人ちょっと辛いかもしれないですけど、まあ、ヤフオク開いて何するのって話なんですけど、アマゾンって中古もあれば新品もあると思うんですけど、まあ、最初は、まあ、ある程度 のキャッシュが生まれるまでは、まあ、新品を中心にやっていけばいいのかなと思います。まあ、理由はさっきも言った回転が早いんで、資金ショートする危険が少ないっていう感じですかね。で、アマゾンでの、新品の条件っていうのが一応出てまして、それ今取りますね。で、今チャットワークの方にお送りしたのが、アマゾンの、コンディションガイドラインっていうものになります。で、まあ、出品する時のガイドラインなんで、新品として出品するには、ここに書いてある、基準を満たしてくださいっていうものですかね。で、ちょっと長いんでずらずらっと下の方行ってもらうと、共通ガイドライン、ちょっと後ろの人見えないと思うんですけど、こんな表がこんな表が出てくる、分かりますか？で、まあ、ここに、新品であれば、まあ、まあ、同梱品、パーツ、汚れ、全くなしとか、まあ、こう条件書いてあるので、まあ、ここにこのガイドラインに沿って、商品を探していくっていう形ですね。まあ、中古であればいろいろあるんですけど、まだ今日は、新品で